はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はですね、対抗力試練の続きをやっていきたいなと思ってます。で、前回までに対抗力試練の方はというと、いわゆる朝倉攻めですね、金ヶ崎の朝倉、越前の朝倉を攻めたところ、お市を嫁がせて盟友関係にあった義理の弟浅井長政が突如離反、結果信長は命からがら戻ってきたというのがですね、前回最後お届けしたところです。で、今回プレイしている主人公秀吉は、そんな中しんがりを申し出て見事ね、金ヶ崎から撤退することに成功したというのが前回です。今回おそらくですね、この後リベンジ戦姉川の戦いが起きるんじゃないかなと思ってますんで、ちょっとね、姉川の戦いの様子をお届けできたらいいかなと思ってます。で、その前に武家宅とかでね、いつもやっていることをやっていきましょう。まずは庭長秀のところに行って、技能指示で建築ですね。おう、もう技能指示は建築は全部終わっちゃったんだっけ。となると、あとはそうだな、勝家のところに行って、技能指示で弓矢教えてもらったんで足軽かな。足軽ももうない。え、もう結構じゃあ優秀になっちゃったんじゃない。手慣れとになっちゃいましたけど、となると茶席だな。げ、あんまり喜んでもらえなかったか。カズマスと、あと明智光秀。このあたりはね、ちょっと実婚にしておきたいなと思ってるんで、明智くんのとこに行きましょう。明智くんのところに。明智、いたいた。茶席に行って、価値3以上か。喜んでもらえなかった？なかなか、喜んでもらえないね。ギャ。となると困った時の半兵衛ですよね。あ、前田刑事とかもいいね。かぶいてるね。茶席。喜んでもらえない？結構刑事も厳しいね。カズージ、半兵衛のところに行って、技能指示といっても、軍学も足軽もマックスだしね。もう結構そういう意味で言うと、しっかり、勉強しきった感じなのかな。他仲がいい人ってあんまりいないからな。あとはそうだな、太田牛一とか何だったっけ。牛一はそもそもまだ仲良くなってないって。あんまり喜んでもらえないね。ちょっとそしたら一旦岐阜のお城から出て、商家に行って、なんかいろいろ買いましょうか。みんなに喜んでもらえるものをね、いろいろ買っておきましょう。ザじゃない、商家に行きたいんだ。しょうがない、お酒を買いましょう。ドブロクを、10個ぐらい買っちゃいます。それでも、100貫ですからね。そしたらせっかく用心棒いるんで、京都まで行って京都でいろいろ買いましょうか。光悦がいたな今。まあでもここは京都の町に行って商家でそれなりのものを買いましょう。物品購入、そうだな、価値4があるものをまあ10個ずつぐらい買ってきゃいいかな。火縄銃とかも含めて、いや、もうここは、大した金じゃないんで、交渉しないでいきましょう。価値6の源氏物語和書。一点物だったのかな？具足。一点物だね、このあたりは。ちょっとお金が逆にお金が結構心配になってくるね。で、商家で、まあやっぱ価値が3ぐらいあるものをね、ておいた方がいいかなって感じがするんで、
で、ちょっとお金を使っちゃったんで、いつものお金ゲットパターンをいきましょうか。まずはこれを売りましょう。算術はね、マックスまで鍛えましたからね。おっと、外したか。で、交易品を購入して、まあ、いつものあかねくんですね。あかねちゃんかな。これを買って売りに行きましょう。うん、で、これを大港の町経由で、キヨスまで帰りましょうか。このパターンがね、一番いいですよね。で、ザニーで、交易品を売却します。適当に押すとやっぱりそうは当たらないな。で、交易品を買っていきましょう。また紅花を。これをまた京都に行く機会があれば売るというのをね、繰り返していきます。で、まだ用心棒は大丈夫かな。これでちょっとじゃあ岐阜の町まで一旦帰りましょう。あ、待て。せっかくなんで久しぶりにここ道場あったよね、確か。あるよね。道場で。技能さん、よし。当てみ。うわ。用心棒がいなくなったんで、そしたらすかさず用心棒を雇いましょう。もう用心棒がいないとね、怖くて何もできないっていうね。さあ、それでは本当に岐阜に帰ります。で、岐阜に帰ってねね様の膝枕でまた寝てればちょうどいい感じに時間が過ぎるんじゃないかなと思いますんで、そしたら自宅に行って氷上まで寝ちゃいましょう。ちょっと時間が余ってもったいないから、そうだな、そしたら武家宅に行って、贈り物でもするか。まあ茶器でも送っときゃいいだろう。喜んでもらえないか。光秀の好みがわからないな。あとは数正だよね。数正は銃渡しとけば喜ぶでしょう。ひなわを送りましょう、ひなわを。お、喜んでくれた。やった。にゃそれでも技能指示はしてくれないのね。厳しいね。お、伴直政だ。伴直政も今、大河ドラマ、真田丸に出てきてますからね。針はどうだろう、この辺かな。うわっ、結構みんな冷たいな。そしたらもういいや、お城に行って自宅に行って寝ましょう。これできっと姉川の戦いが始まるんじゃないかなと。結構早く物語は進行してますね。以前朝倉義景を攻めた際、我らを裏切って背後をついた浅井長政、奴を許すわけにはいかぬということで、なんかいかにも姉川の戦いが始まりそうな、そんな気配ですね。いかに義理の弟といえども逆臣に、組みする者には懲罰を与えねばならぬ。よって、強敵浅井長政を撃つと。
何か文句あるものはおるかということで、まあ当然文句なんか言える立場じゃないし、文句言ったりしようもんなら大激怒を受けそうな場面ですね。この時点ではまだ松平殿になってますね。史実だともうこの時には徳川になってるはずですが。さあ、浅井、朝倉が迎撃態勢を整えているという知らせが入っていますが、所詮は烏合の衆、不意をつかれた先の戦とは違うということですね。まあ実際この時はですね、徳川軍と浅井軍、じゃない、朝倉軍で、浅井軍と織田軍が向き合ったというふうに言われてますね。で、その織田軍はというと結構苦戦したみたいで、13段構えだかなんだかの布陣をしていたものを11だか10だかまで貫かれたと。まあ最終的にはその家康が朝倉軍を、榊原康政だったかな、ちょっとごめんなさいね間違ってたら、その遊撃部隊を朝倉勢の、まあ、横をつかせたことによって朝倉が崩れて、それによって徳川が空いたんで、徳川が浅井を攻めて、まあ、姉川の戦いには勝利したというのがね事実なんですが、ここでは兵力差があまりないですね。2万と1万8000。ちょっとどういう戦いになるか何とも言えないな。まあその武将の質っていう意味で言うと、どう考えても織田、徳川、まあこの時だと松平になってますけどね、まだの連合軍の方が圧倒的に強いですけど、戦略を間違えたりするとあっさり壊滅しますからね、備えが。さあ秀吉も進出していきましょう。そしたらまだ攻撃できる相手がいないんだろうな。ちょっと待機しましょう。結構しっかり攻撃を受けてますね今のところ。この連携攻撃っていうのがね必要ですからね。やっぱりそう考えるとまとまっていた方が圧倒的に攻撃力が増すというのはありますよね。さあじゃあちょっとここから先は早送りにさせていただきたいと思います。
はい、というところで、姉川の戦い勝利できましたね。先行第1で秀吉が選ばれてます。ここまでかなりいい感じで出世街道を登ってきてますね。で、この後なんですが、姉川の戦いに勝利したので、いよいよ浅井朝倉の領地を召し上げ、比叡山の焼き討ちに入っていくというところですね。世に言う姉川の戦いで、織田松平連合軍は浅井朝倉の軍勢を破った、信長の天下布武は軌道に乗り始めたのであるというところですね。ではまた自宅で光秀あたりに媚びを売りに行きましょうか。光秀は一体何を好むのかですよね。茶器は好まなかった。香炉とか送ってみますか。喜んでもらえないか。では次は数増す。ギャー、ダメですね。お、申し上げます。浅井長政と朝倉義景が織田家討伐の兵を挙げました。これは滋賀の陣かな。本願寺の次は浅井朝倉かということで、朝倉はすでに兵を坂本城に入れ、浅井軍に兵を組み込んだ模様。坂本城の兵は急速に膨れ上がっておりますと。そして信長に呼ばれていますということで、表情に向かいましょう。浅倉の兵が近江の坂本城に集結しつつある。これ以上奴らをのさばらせるわけにはいかぬ。猿、その方はわしの指揮下に入れということで出陣ですね。また戦が始まりそうです。ここは城攻めになりそうな感じかな。まあ、簡易戦闘で十分でしょう。まあ、前回ではないですけど、この太閤立志伝はね、タイに旅行に行った時にも現地でプレイをして収録したんですけど、また12月にタイの方にね遊びに行きますんで、その時にもね、まだ太閤立志伝プレイ中だったら、タイの方で収録をしたいなと思いますので、その時にはね、タイの、街中の様子とかもね、ビデオとかで撮れたら撮って、動画の中に組み込めればいいかなと思ってますんで、そしたらぜひぜひ皆さんもね、そちらの方も見ていただければ嬉しいかなと思います。という話をしている間に今本丸を攻めてますね。三の丸、二の丸と進んで、三の丸まで来て、今坂本城を落としましたというところかな。さあ、これで坂本城は、手に落としたと。で、今度は比叡山の僧兵が朝倉の残党を引き込んだということなので、比叡山ごと焼き討ちにしてくれるということですね。それに対して秀吉がおやめくださいと今言いましたけども、比叡山は伝教大使、これは何て読むんだろう、サイズミなのかな、の建立以来、鎮護国家の大道場として、庶民の推計を集めておりますということですね。浅井桜の兵は比叡山に向けて逃亡と。これで比叡山の焼き討ちが始まりますね。1565年、信長は比叡山延暦寺を焼き討ちにしたと
比叡山は巨大な炎に包まれ、金門中堂以下すべての、おしし、か、からん、なんでしょうこれ。伽藍かなが焼き落とされ、逃げ遅れた僧侶は皆殺しにされたと。いうことですね。ここで第六天魔王という非難を共に受ける。ここで第六天魔王になるんだな。さあ、自宅に戻ってきました。そしたらね、今、用心棒がいない状態になってしまいましたので、用心棒を雇いに、酒場に行きましょう。そしたらまた、お城に戻って、光秀に媚びを売りましょう。喜んでもらえないんだよね。光秀の好みは何なんだろう。そうか、武将の噂で光秀の噂を聞きますか。南蛮渡来の品を好むか。なるほど。ってことは南蛮渡来品が今ないよね、きっと。まあ、ちょっとじゃあここは自宅で寝ましょう。あと20日間ね、次の表情まで。と思ったけど、やっぱり武家宅に行って光秀に何かをしたいけどダメか。となると光秀がダメな時は数正ですよね。失礼するね、滝川さんも。滝川から技能指示は受けられないか、そもそも。なるほど。だったらもう本当に寝ちゃえ。で、比叡山の延暦寺焼き打ちは終わったので、このあと何のイベントが待ってるかというと、お、今月は新たに城主に命いたす勝家前に出よ。お主を清洲城の城主に任ずる。ほう、清洲城の城主に、勝家が清洲城の城主か。忠次、勝頼の与力に任ずる。お、ここででも秀吉も家老に昇進したね。で、今回は浅井家の攻略のために軍備を整えと。ここは方針に意見しましょう。合戦を行います。浅井でしょ、浅井。見送りか。よし、じゃあここは兵糧の購入でもしてよ。いやー、修行にしよう。というところで、今、浅井攻めをする準備をしているというところまで今回お届けをしました。いかがでしたでしょうか。今回はね、姉川の戦いをお届けしましたが、次回はいよいよ浅井の攻略になるんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。